オシトルに成り代わって早数週間か。ウルール・サラーナの術も手伝ってなんとか仲間たちに気づかれずに来れたが、これより先も気づかれないとは限らない。自分はオシトル、ヤマトのウコンゲ大将まで上り詰めた男だ。今後激化する戦いでオシトルの力を求められる場面が必ず出てくる。その時に剣を握れず扱いも知らぬようでは、いかに術でごまかそうと不審に思う者が出てこよう。このままではいられないか。秘密を知るのはウルール・サラーナ、そしてネコネだけ。特にネコネはオシトルの妹だ。おそらくオシトルの剣技について知っていることもあるはず。ネコネには酷だが、協力を頼むしかないな。兄様、よろしいですか？うん。ああ、構わんぞ。まさかネコネの方からやってきてくれるとは。手間が省けたが、どうネコネに伝えるか考えてなかったぞ。さて、どうする？失礼するです。兄様に見ていただきたい書簡があるのですが、急ぎとのことで、できれば今日中に見て返事を書いてもらいたいのですよ。兄様、難しい顔をしてどうしたですか？私と兄様は一蓮托生なのです。兄様が何を考えてどう行動しようと、私も一緒についていくですよ。ネコネ、そうだな。自分がオシトルになり変わると決めた時にそう約束したもんな。実はネコネに相談したいことがあるのだ。相談？私にですか？ああ、我らは姫殿下を要している。帝都にお戻りいただくにしても、今の帝都は逆賊がはびこっていて、それを排除しないことにはそれもかなわぬ。今後朝廷と事を構えるのは必要。その際にそれがしが後方に控えているわけにはいかぬのだ。そこでネコネにオシトルの立ち筋について教えてもらいたい。できればオシトルが剣術の参考にしていた書物でもあるとさらに助かるのだが。お気持ちはわかるですが、私に伝えられることではないのですよ。無理な頼みなのは承知している。だがそれがしはオシトル、敵はもちろん仲間にも気取られてはならぬ。兄様。そうだ、これは遊びじゃない。自分は本気でオシトルになるんだ。わかりましたです。どこまでお力になれるかわかりませんが、できる限り協力するですよ。助かる。ネコネの協力を得られた。あとは自分がオシトルになるための特訓をするのみだな。これは、兄様はブライトの戦いで傷を負われ、以前のように剣を振るうことができなくなっているです。これは昔、まだ兄様がエンナカムイにいた頃に剣術指南書として昼も夜も読まれていた本なのです。もう忘れたですか？そう、出会ったな。すまる、すっかり忘れていたような。そうか、これがオシトルの、基本的な構え、動作などが書いてある。読めばなんとなくわかるが、実践でもできるかと聞かれたら
首をかしげざるを得ないな。ネコレ、この辺りであまり人の往来がない場所はあるか？それなら国境沿いの参道になります。昼間は多少人の行き来があるですが、夜は誰も通ったりしないのですよ。ならばそこで特訓をするとしよう。兄様、私も付き合うです。ネコネモか。兄様は久しぶりに縁仲前に戻ってきて道を忘れてしまったかもしれないですから、私が案内するですよ。確かにそうだな。では頼めるか、ネコネ。はいです。それではまた夜に。さてと、これがオシトルの刀。重い。刀とはこんなに重いものだったのか。これまでは鉄線で戦ってたからさほど重さを感じなかったが、これからは刀と鉄線を交互に使っていくことになる。のっ、ちょっと振っただけでこの有様か。やれやれ、これは長期戦を覚悟しないとダメだな。兄様、大丈夫なのですか？ん？ああ、心配はいらぬよ。あの顔は信じてないな。まあ、さっきのを見れば心配いらないと言われても信じられないか。猫ね、大丈夫だ。兄を信じよ。はい、なのです。兄様、頑張ってください、なのです。ありがとう、猫ね。ふんはっ、よっさあ、でりゃなたりゃあきつい。いや、きついってもんじゃないぞ。ただ刀を振るっただけなのにもう手に力が。くそ、刀を握るので精一杯だ。やっぱり刀は諦めて。いや、ダメだダメだ。それがしはウコンゲ大将を押しとる。あいつの意志を継いだ以上、こんなところで弱音を吐くわけにはいかないんだ。刀に振り回される感じがなくなってきている。ようやく刀の重みに慣れてきたということか。よし、次は刀と鉄線を使った戦い方を編み出していこう。見てるですか、兄様。ハクさんが兄様に近づこうと努力してるです。兄様がいた時もこうして夜中にこっそりと家を抜け出して、兄様は私が寝てたと思ってたから気づいてるとは思わなかったですよね。あの頃は楽しかったのです。兄様がいて、ただそれだけで楽しくて幸せだったのです。それがどうしてこんなことに。私のせいなのです。私のせいで兄様は、ハクさんは。猫で。とりあえず今日はここまでにして、また明日から特訓しようと思うんだが。猫ね、もしかして泣いていたのか？泣いてなんかいないのです。眠くてあくびをして
それで涙が出ただけですよ。そうか。猫め、帰ろう。それがしたちの家に。はいです。帰るですよ。私たちの家に。